2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一、なり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト投資家の半間陽先生です。ですね、投資でね、自分の考えでだけで投資してるとかね、簡単なインジケーターぐらいで、テクニカル分析だけで、投資してる方っていうのは全員知恵遅れがやってるんですね。難しいプログラムを作って自分でインジケーター作ってシグナル作ったりとかいうのが正しい方法ですね。コンピューターのプログラムが作れてね、でコンピューターのプログラムは作れないで市販品で使ったりするのもはいいのであればいいですけどね、今んとこないんで、そういう人たちも全員知恵遅れの人たちですっていうのはね、難しいんで、投資っていうのは何でもね難しいんで、コンピューターでプログラムして分析してね、自分でプログラムできる人、それで投資して稼げるものなんですね。でね、難しいプログラムをできないで投資してる人はね、ほとんど負けてます。でね、半分以上負けてます。それでね、表に出て本当に その難しいことしないでね、勘だけとか通して勝ってる人はいますけど、これはね八百長やってんの、頭の悪い人たちがね、バックでテレパシーで教えてね、人間たちがコンピューターになってね、頭がそれで教えてるんですね。あと保安なんかも仕事もバックで応援してるんですね。だから稼げてるって言って何億も稼げてるとか言ってるけど、これ周りが稼いで教えてるだけなんですね。だからそういういたずらします、人間たちは。その何ていうのかな、頭の悪い人でも稼げるよってすごいだろうなんていうふうに、そういうふうなことをねやりたがるわけですね。人間たちほとんどその難しいプログラムとか作れないんで、それで代表に情報を教えて稼がせてるだけなんですよ。だから汚職だけじゃなくてね、これひどいもんなんですよ。だからでテレパシーとかいうの、携帯電話とか知りませんかね。ほとんど人間ってね、義務教育もテレパシーでカンニングして卒業してるんですよ。自分で覚えて、誰も覚えてないんです、人間たちって。だから、その応用なんですね、社会に出ての応用。だから、難しいプログラムも作んないで、テクニカル分析とかコンピューター分析のプログラムできないで、投資して稼げてる人っていうのはみんな伏せ。全部テレパシーで情報を仲間が教えてる、コンピューターになって教えてるんです。知恵遅れなんですよ、全員。これをよく知っていただきたい。だけど人間たちほとんど知恵遅れしかいないんで、怒ってくるからね。だけども、言っても怒んないと思うんだ。それはね、コンピューター分析しなかったら稼げないからな。その代表者だけだから。で、人間たちその知恵遅れしかみんな、損するでしょ、コンピューター分析でやってないと。だからそういう意味でこういうことを、本当のことをね、はい、言って正しくしてね、言うのはいいことだ。人間たちも攻撃しないと思うんですよ、知恵遅れの人間たちがね。そんなに人間たちってね、見せつけるんですよ、嘘作ったりもう徹底するんですよ。宇宙生物によく教えるの ね。結局ね、人間がコンピューターになってるだけ。わかるかな、大勢でね。で、一人じゃそれできないから、仲間が、人間たちがコンピューターになってその情報、答えを教えてるだけなんです、代表者が、テレパシーでね。だから知恵遅れしかやってません。だからテレビで見ててね、難しいコンピュータープログラムしないでたくさん稼げてるって見せたりする人もいるんだけどね、あと業界でもいるでしょ、見せなくてもね稼いでるよっていうの。
これ全部人間たちがコンピューターでね、コンピューターになって、それで情報を教えてやってる、汚職です。全員100%。これよく知ってください。こういうね、生物的なね、すごいことするんですよ、人間たちって。そこまでしてね、嘘をついて離婚に見せるんですね。生物的なね、すごいね、詐欺するのは人間たちっていうのは。だから、宇宙生物もこれ間違えるんだな。利口だと思うんだな。だから、全部知恵遅れですよ。コンピューターでプログラムできないで、投資してる人全員。で、情報なんかも聞いたってこんなの当てにならないから。全部これ、人間たちのバック、勝ててる人は情報でコンピューターになって教えてるんです。それだけ人間コンピューターになってるってね、いうことなんですね。大勢が。じゃあその分の人件費はどうかって言って、ね、汚職で一人の人にあげてるわけです。これは100%本当のことだから。だから人間たちバカにしてるわけじゃなくて、人間たちでこれ真似してね、自分でね、コンピューター分析しないでね、稼げるかと思っちゃうでしょ。そしてみんな損してんですよ。そういう放送するとね。ということを、知恵遅れをやってるということをよく知っていただきたい。コンピューターのプログラム難しいことはできない。できないで、投資して稼げてる人ってみんな汚職でやってるだけなの。テレパシーで。生物的なね、すごく高度な、ね、作り事じゃなくて、みんなやってるからわかると思うんだけどな。誰でも人間、義務教育もテレパシー入れないと卒業できないから、ね、みんなやってるからわかると思うんだな。虫になるんですね。だそういうことで、知恵遅れがやることはやめましょうということでね、世界のバイナリーオプションのスペシャリスト社が教えてます。負けるからね、そんなの。汚職でやったって他の人は、